来年4月の消費税引き上げに向けて、経済産業省は、中小零細企業にしわ寄せがいかないよう監視する対策室を設置しました。国民生活に直結をしているということを忘れずにです、ね、丁寧に職務を果たしていただきたい。 消費税については立場の弱い中小零細企業が取引先の大企業などから引き上げ分の価格転嫁を拒まれ実質的な値下げを強いられる懸念が指摘されていますこのため経産省は全国10カ所に対策室を設置しおよそ500人の調査官が中小企業などから聞き取り調査を行います法律違反が確認されれば公正取引委員会の勧告や企業名の公表など処分を行う方針です